そうです。1号車、岩佐常義、川口ハンデゼロ。2号車、佐藤正人、川口ハンデ10。3号車、深沢隆、川口ハンデ10。4号車、金子勝弘、川口ハンデ10。5号車、稲原良太郎、山陽ハンデ20。6号車、福田勝則、瀬崎ハンデ20。7号車、森谷隼人、川口ハンデ20。8号車、落合潤、伊勢崎、ハンデ20。以上の8名による11レースの準決勝戦です。では11レースの予想をご覧ください。11レースの出走でした。0から20の単ハンデ戦です。7号車森谷選手はここまで1着2着と連絡み2日間続けております。4号車金子選手は昨日の12レースで勝っています。確定をお知らせいたします。1着1号車岩佐常義 3.39、 2号車佐藤正人 3.39、 3号車深沢隆 3.39、 4号車金子和弘 3.38、 5号車稲原良太郎 3.36、 6号車福田勝則 3.35、 7号車森谷隼人 3.39、 8号車落合潤 3.37。 繰り返しお伝えします。1号車 3.39、 2号車 3.39、 3号車 3.39、 4号車 3.38、 5号車 3.36、 6号車 3.35、 7号車 3.39、 8号車 3.37。 なお総ロンドンは2周とです。11レースの出走でした。11レースは0、10、20の戦いとなっています。6号車福田選手 3.3、失礼しました。ここは、4号車金子選手と8号車落合選手が今シリーズはハンデ10メートル前になっています。以上このレースのハンデ1でした。11レースの締め切り15時20分です。帝国に比べて3分変更となっています。14時44分現在は天候晴れ、気温が13度、総温度20度の両走路、風速4メートルで湿度は 22% です。晴れの両走路となっています。風速は4メートルです。まだまだ風が強いですね。今日1日、あと残すところ2つのレースですが、はい、強い風とちょっと付け穴とはいけなそうです、うん、さあ残り2レースになります。こっち見ていきましょう。2連単オッズでは森谷選手が一番人気になっておりますが、ちょっとこの出走タイム心配ですね。
その、森谷選手3級出走です。1番タイム6号車福田選手が3号となりました。2番タイム5号車稲原選手の 3.36、 そして8号車落合選手37出走です。では出走の VTR を見ていきましょう。埼玉さん、見た目で印象深かった選手を教えてください。はいはい、見た目で言うとこの1番2番良かったですね。それから5号車、はい、あと8号車ですか、ちょっと前に詰まったような感じでしたけどね。うん、感じとしては 1,2 がいいですよね。この1と2を比較するとどうですか。ね、大体同じぐらいです。なるほど、はいはい。では1コーナーの展開予想です。さあ、10メートルは下り、20は5番の稲原選手が後手を踏む予想で、はい、6758、はい、そうですね、はい。さあ、岩佐選手、はい、どのぐらいまで、まあ、単独で0半ですからね、はい、まあ、1枠で3球出してますからね、この岩佐選手もっとレースは出ると思いますね。37ぐらいで行くんじゃないですかね、うん、結構引っ張って逃げ切れるんじゃないでしょうかね。その後後ろのね、はい、佐藤正人選手もいい走りしてますからね、このぴったり追いついていくと思うんですよね、うん。まあ、後ろまで追いつけば逆転もあるかもしれないですね、はいはい。でその後ろ、まあ、3番4番もね、あの固い走りしますからね。その中でも今節この金子選手4号車が3号車をかわしていけそうな感じもありますよね。あと20戦からトップスタートの想定である福田勝則選手、はい、福田選手、まあ、3号1番時計になりますけどね、トップスタートで、ただこの前のね、2番3番4番をねどうやって抜くかが、はいはい、ポイントですよね。連日スタートも決まっている、2日間ともトップスタートを切っている福田選手、はい、中間着が続いています。そうですね。じゃあちょっとこの10メートル後ろでどう攻めてくるか、はい、というところですか。そうですね。そしてこれ森谷選手、はい、森谷選手ちょっと今日は出走タイム大きいですよね、はい、ちょっと難しいですね、うん。ということは井ノ原選手もこれ後手を踏む予想ですか。はい、うん、福田選手に先行されるとやっぱり苦しくなりますよね、はい、はいはい。ということで、うん、板橋さんに予想していただきました、はい。では8選手の今回の足跡を振り返ります。1号車岩佐選手は2着が2本です。昨日の7レースは試走が 3.38 で競争タイム 3.455。 2号車佐藤選手2着2本です。昨日の6レース試走 3.40 競争タイム 3.431。 3号車深澤選手は3着が2本、昨日の7レースは試走 3.36 競争タイム 3.447。 4号車金子選手は5着と1着、昨日の12レースは試走が 3.34 で競争タイム 3.446。 5号車稲原選手3着と6着、昨日の11レースは試走が 3.35 競争タイム 3.449。 6号車福田選手4着と3着、昨日の9レースは試走が 3.38 で競争タイム 3.439。 7号車森谷選手1着2着、昨日の11レースは試走が 3.34 で競争タイム 3.426。8号車落合選手は2着と3着、昨日の5レースは試走が 3.34 で競争タイムは 3.428 でした。では印を見ていきましょう。本命1号車の岩佐選手、対抗2号車の佐藤選手、3番手評価に4号車金子選手、4番手評価6号車福田選手です。20丸は1番の岩佐恒義選手です。はい、0半で3球出てますからね、もう単独で逃げていくと思いますけどね、はい。やっぱり明けっぷり岩佐選手が0半単独、うん、はい、で佐藤正人選手が対抗ですね、はい。このねインコースからスタートを切って早めにこう岩佐選手の後ろまでねぴったりつけれればまた抜くチャンスも出てくると思うんですよね、はい。ここは10メートルインコースです、うん。3番手に4番の金子和弘選手、はい。ここもですね、3号車の深澤選手もスタートを先行しますからね、金子選手も上がるのにはちょっと苦労すると思うんですが、はい、まあ、今節10メートル前来てますからね、少し余裕はあるんじゃないですかね。
昨日はコンマ01のスタートで、20戦大外からトップスタートを切った金子選手、4番手に6番の福田勝則選手です。はい、福田選手この中でやはりスタートトップスタートでいけると思うんですよね。で、出走タイムも1番時計出てますからね、はい、あとはこの前のね、4社どうやって攻略できるかですね。そうですね、はい、福田勝則選手が4番手評価、深澤選手どう見ますか。はい、深澤選手もこれぴったりマークしていくとね、あのコースはねなかなか抜きづらいコース走りますからね、残るチャンスあると思いますよ。稲原亮太郎選手、これスタート先に行ければいかがですか。はい、ここも先に行ければまた食い込めるかもしれないんですがね、この、どうしてもこの4社あの抜きづらいですからね、どうやって攻略するかですね。稲原亮太郎選手、昨日はスタートでどか遅れしてしまったんですが、はい、昨日あの同じレースでフライングが2回あっての3回目だったんです ね、そこでどか遅れしてしまった稲原選手です。さあ森谷選手、はい、森谷選手もね昨日まではいい動きしてましたけど、ちょっと今日3球だとタイム的にもね、はい、大きいですね。3球はちょっと大きいですよ ね、はい、落合選手に関しましても3-7、はい、落合選手の3-7もやや大きい感じがしませんか。大きいですね、あの今節3-3、3-4と来てますからね、はい、もう少し出ないと厳しいですね、はい、ここは20メートル大外から。ただいまをもちまして11レース締め切りとなりました。ご投票ありがとうございました。さあここでは鈴木圭一郎選手にまつわるお知らせです。鈴木圭一郎選手の SG ダブル優勝報告会を行います。ラピスタ新橋とオートレース横浜でそれぞれ解説、11月12日土曜日、今週の土曜日に行います。ラピスタ新橋は本当に新橋駅目の前ですし、オートレース横浜も桜木町駅から徒歩1分という場所にありますので、とてもあの電車でいらっしゃる皆様アクセスしやすいかと思います。こちらは両方とも会員制となっていますので、まだ会員をお持ちでないという方は必ず一応お問い合わせをお願いいたします。楽しみな鈴木圭一郎選手の優勝報告会のご案内でした。まあ、21歳ということを考えると、これからのレーサー人生何十年もありますけど、これから今までチャレンジャー精神で臨んできたものが受けて立つ立場になるんですよね。鈴木圭一郎選手、どのようにこの後気持ちが変化していくのか、まあ、こちらトークショーもお楽しみいただきたいですし、あとはスーパースターでの戦い方が今から楽しみですね。さあこの後は11レース準決勝、まもなく発走です。第11レース3つ目の準決勝戦は前の方の選手で売れました。2番1番6番 17.9 倍です。いただきました応援メッセージです。4号車金子選手へです。明日の優勝戦目指し頑張ってくださいと酔いどれ天使さんから。5号車の稲原選手です。今日こそはスタート決めて2着以内に入って優勝戦に進んでくださいと宇部の北斗七星さんからいただきました。ありがとうございます。では11レースとなります。実況でお楽しみください。3つ目の準決勝11レースを迎えます。0、10、20のハンデ戦、1番の岩佐、2番の佐藤、県阪勢が人気を集めた1番です。ハンデ0、1番の岩佐常吉、10戦からは佐藤正人、深澤隆、大外金子和弘、20戦からは稲原亮太郎、福田勝則、森谷隼人、落合潤です。佐藤正人が1番人気、ここまで2着2本、惜しいところで勝利を逃しています。11レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、
11レース準決勝スタートしました。1番の岩佐いいスタートを切りました。10メーター線センターから深澤がトップスタートを切りました。インコースの佐藤はスタート行きませんでした。最重半から森谷トップスタート、稲原亮太郎、福田勝則、最後方から落合潤という並びになりました。先頭は岩佐常吉であります。早めに軌道に乗りたいところ。1番の岩佐、2番手に深澤がついています。佐藤正人、さらにはインコースから4番の金子和弘、巻き返しを狙いますがまだ4番手です。1番の岩佐が逃げています。2番手深澤隆、その深澤に揺さぶっている3番手佐藤正人。ここで深澤のインコースに並ぼうとしましたが突っ込めない。2番手は深澤がキープしています。3番手佐藤、4番手金子和弘、重半勢からはまだ森谷が前だ。6番の福田勝則が森谷の内を刺そうとしています。ここで6番の福田勝則が森谷を突破、5番手に上がっています。残りは3周回。負けっぷりの良さは若手にも負けません。走りの若さはまだまだ30代から40代という感じ。エネルギッシュな闘争を1番の岩佐常吉であります。2番手は3番の深澤隆、3番手佐藤、4番手に金子和弘。残りは2周回。1周目からほとんど順位に変化は見られません。逃げの体勢を作っています。1番の岩佐が先頭です。2番手深澤、3番手佐藤正人、4番手金子和弘です。さああとは3番手が変わるのかどうか。残り1周で金子が内を突っ込む。佐藤正人を指しました。4番の金子が3番手に上がって、さらには福田勝則。最終コーナーに向かいます。ハンデゼロからペースを上げました。1番の岩佐常吉、岩佐今年2回目のファイナルが待っています。2番手深澤隆、ハンデゼロから1番の岩佐逃げ切りました。今年2回目の優出、深澤2番手ゴール、金子が3番手でチェッカーを受けています。投票券は着順確定があるまでどうぞ大切にお持ちください。134と入っています。以上11レース準決勝でした。続きまして12レースのメンバーです。1号車宮地明、飯塚ハンデゼロ。2号車木村義則、川口ハンデゼロ。3号車片野理沙、川口ハンデ10。4号車木村恭平、瀬崎ハンデ10。5号車中山光、川口ハンデ10。6号車小林瑞希、川口ハンデ20。7号車福村忠則、川口ハンデ20。8号車秋田隆弘、川口ハンデ20。以上の8名による12レースの準決勝戦です。では12レースの出走をご覧ください。最終12レース4つ目の準決勝戦、試走がまずは終わりました。0から20のハンデ戦です。8号車秋田選手、ここまでは連勝できています。昨日の上がりタイム417を出しています。今日も追い上げ決まるでしょうか。第11レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着4番以上でございました。11レースの確定です。11レースは1着1番、岩佐常吉、
2着3番深澤隆、3着4番金子和弘でした。1着になりました岩佐選手、競争タイムは 3.442 でした。これで通算797勝目となりました。岩佐選手おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝短式、1番3番1810円7番人気、2連勝複式1と3の組1110円5番人気、3連勝短式1番3番4番8770円29番人気、3連勝複式1と3と4の組2110円7番人気でした。その他の結果はご覧の通りです。今年2回目の優勝ということで、10メートル線からスタートが深澤選手が行ったというのが、はい、はい、かなりレースの流れ、特に10メートル線の流れに変化をもたらしましたね。はい、うん、そうですね。福田勝則選手も追い込んできました。はい、福田選手もスタート行けてればまた違った。行けてればね、また違いましたね。スタートは7番手だった福田選手です。さあ、いよいよ最終カード、この後は12レースの準決勝です。12レースは1号車宮地明選手をはじめご覧の8名による戦いです。では12レースの試走タイムです。1号車宮地明 3.38、 2号車木村義則 3.37、 3号車片野梨沙 3.39、 4号車木村恭平 3.35、 5号車中山光 3.34、 6号車小林瑞希 3.34、7号車福村忠則 3.37、 8号車秋田隆弘 3.34。 繰り返しお伝えします。1号車 3.38、 2号車 3.37、 3号車 3.39、 4号車 3.35、 5号車 3.34、 6号車 3.34、 7号車 3.37、 8号車 3.34。 なお総ロンドは17度です。12レースの死闘でした。第12レースは0から20のハンデ戦、各選手ハンデの変更はありません。以上、このレースのハンデ1でした。12レースの締め切りは15時58分、帝国に比べて5分の変更となっています。ご注意ください。15時20分現在、天候晴れ、気温が13度、総温度は17度、両走路風速2メートルで湿度は 23% です。今日はお天気崩れる心配はなかったんですけれども、なんといっても強い風が1日中吹いていました。この最終12レース風速は2メートルという発表にはなりましたが、まだまだ強い風とこの後も、うん、まあ、付き合っていかないといけないというか、あと1レースですね。はい、でもこれ夜ね、さらに気温が下がった時に本当に皆さん風邪ひかないようにしてくださいね。走路状況をお伝えしました。12レースの準決勝、オッズはご覧の通り、2連単では58が一番人気で 5.5 倍となっています。試走一番時計は 3.34 ですが、3選手出しています。5号車中山選手、6号車小林選手、そして8号車秋田選手です。さあ、それでは試走 VTR で見ていきましょう。板橋さんの目に止まった選手いますか？はい、ですね、まあ、全体見たんですがね、大体同じぐらいの動き感覚ですね。そんなに目立った感じの車はなかったような感じです。片野選手3号車ですから、はい、ちょっと直線はね行ってるような感じでしたけど、コーナーがねちょっと膨らんでましたね。あ、なるほど、はい、は一緒ぐらいですね。はい、では展開予想です。1コーナー見ていきましょう。ハンデ0枠なり、10メートル線枠なり、20も枠なりということになりました。
斉藤さん、はい、レースはどのように進んでいきそうですか。ですね、これ昨日も良かった宮地選手ですね、はい、ゼロ半先行して結構逃げそうですね。今日もこの宮地選手の1枠の38って相当な数字ですよね、はい、いいですよね、はい、昨日 4-2 でしたからね。はい、もともとあまりタイムが出ないタイプの宮地明選手、はい、そうですね、1番が逃げて、はい、そしてまあそれについて2号車木村吉典選手ですねが行きますね。でその後からですね、ちょっと片野選手、まあ、直線行ってる感じはしましたけど、はい、これやはり木村恭平選手の方がいいかなと思うんですよね。はい、先、まあ、先行くのは行けるけど途中で抜かれる感じですね。木村選手がかわしていく、はい、でその外から中山光選手がね、はい、あのかましていきそうですね、はいはい、で 20m 線ここはですねやはりインコースから小林選手、小村選手と行きますけど、はい、うん、まあ、小林選手は上がっていきそうな動きはしてますね、はい、そして秋田選手が外からやはり行くんじゃないかと。で福村選手37ですけど結構ねインコースから前が空いてれば顔を出していくんじゃないですかね、うん、さあ問題はここからですね。これ宮地明選手が逃げて、はい、どうでしょうこの後、僕はこれね、時計的には逃げ切っちゃいそうですよね、うん、はい、4-4 ぐらい出ても上がりタイム4-4ぐらい出ても不思議ないですもんね。そうですね、そうしてですね、後ろ秋田選手がやはりこういうレースね、まくりまくりでいけるんじゃないかと、はい、まあ、ちょっとね中山選手小林選手がいますけどね、そこら辺はうまく中から切り返したりしてくるんじゃないですかね。じゃあ先ほど宮津選手が逃げ切るというお話がありました、はい、で秋田選手、はい、そしてその次あたりに、まあ、中山光選手それから小林瑞稀選手がついていくかなと、うん、中山徹選手もそうだったんですが、うん、まあ、昨日のレースはすんなりとまくりが決まりました、はいはい、板橋さんから見て今日中山光選手すんなりまくりは決まりますか。今日はちょっと難しいんじゃないですかね。インコース木村選手も、ね、スピード出てますからね。木村恭平選手、はい、木村恭平選手、はい、それから片野理沙選手も3球ですが序盤は、ね、やはりある程度、ね、食いついていくと思うんですよね、うん、はい、ということで展開予想でした。では初日2日目の成績です。1号車宮地選手は1着2着、昨日の12レース試走が 3.42 で競争タイムは 3.463、2号車木村選手2着4着、昨日の6レース試走 3.37 で競争タイムは 3.448、 3号車片野選手4着1着、昨日の10レース試走は 3.40 で競争タイム 3.436、 4号車木村恭平選手4着2着、昨日の9レースは試走が 3.36 で競争タイムが 3.447、5号車中山選手4着1着、昨日の8レース試走が 3.32 で競争タイム 3.410、 6号車小林選手7着3着、昨日の6レースは試走が 3.34 で競争タイムが 3.423、 7号車福村選手3着2着、昨日の8レースは試走が 3.35 競争タイム 3.422、8号車秋田選手ここまで1着1着と連勝できています。昨日の7レースは試走が 3.31 で競争タイムは 3.417 でした。さあそれでは印を見ていきましょう。本命1号車宮地選手、対抗は8号車の秋田選手、3番手評価5号車中山選手、4番手評価に6号車小林選手です。もう仕上がっている、はい、そんな感じですね。宮地選手、はい、20丸、はい、まあ、スタートも先行できると思うんですがね、はいはい、昨日は、お話聞きますと初日のやっぱ勝った方が状態2日間比べると良かったということでしたね、うん、まあ、先はいいんだけど手前がいまいちということでこのあたりは調整を考えると、うん、あとはいまいちちょっとスタートも切れてない気がするということでこのあたりを気にされていました、うん、それ心配ですね。そうですね、ちょっとね心配になりますけどね、はい、まあ、でも動き自体はこの木村吉典選手よりもいいですね。そうですね、はい、対抗が秋田選手です、はい、秋田選手も
一番最高峰からなりますけどね、本節ピンピンと動きは本当にいいですね、はいはい、秋田選手が今日 3-4 の思想タイム、まあ、そんなに思想タイムで他を圧倒する感じではない、うん、そうですね、はい、3番手に5番の中山光選手です。はい、中山選手もね、動きいいですよね、はい、まあ、うまくスタートもね遅れないように切っていきたいですね。トール選手の分まで、はい、なんだかね、そうですね、流出したい中山光選手です。はい、三角は6番の小林瑞希選手。はい、小林選手も初日は良くなかったんですがね、昨日動きだいぶ戻ってきましたね。ここもスタートをうまく切って前にね食いついていきたいですね。はい、あまり思想タイムが出ない小林瑞希選手も、うん、昨日今日と思想タイム出てますもん ね、 いいですね。そして2番の木村義則選手、ゼロ戦の外枠です。はい、はい、木村義則選手、まあ、外枠で、まあ、これ宮地選手にねぴったりマークしていけばまた残るチャンスありますよね。 1-2 というところが今3番人気まで2連単では上がってきました。はい、片野選手どう見ますか。はい、片野選手ちょっとねスピード、まあコーナー膨らんでましたからね、はい、それがなければまた結構勝負になるんじゃないですかね。あとは前に進まれないようにしないと、はい、回転上がらなくなりますね。昨日も思想はそれほど目立たなかった片野選手ですね、はい、昨日 4-0 で上がりが 4-4 ですもんね。そうですね、はい、本人としては思想が出なくて本当に申し訳ないと話をしていました。あとはレースしててもタイヤが滑ってしまってかなり必死でしたという話でしたね。もう今日はスタート行くしかないです、エンジンはいいんですと話していました片野選手です。4番木村恭平選手は3号の思想タイム。はい、ここもチャンスあると思うんですよね。3号2番時計になりますけどね、はいはい、あとは木村選手もスタートですよね。そうですね、はい、うまく切っていきたいですね、うん、木村恭平選手、そして、はい、最後福村選手にも一言ください。はい、福村選手、まあ、3-7 になりましたけどね、あんまり福村選手の場合は、思想はあまり気にしなくていいと思うんですね、はい、まあ、今日中山光選手弟子ですね。そうですね、3日目の勝負ですね。3回目3日目珍しいですよね、こういうことも、ね、はいはい、まあ、一勝一敗ですよね。そうですね、はい、さあということで直接対決2度あることは3度あったそうです、ね、4度目なるかというところで明日の優勝戦まで揃ってね勝ち上がれれば一番いいですね、はいはい、ですよね。さあさて、ここで全日本オートレース選手会埼玉支部による児童虐待防止に対する寄付への感謝状贈呈式が先日行われました。そちらの様子をご覧ください。虐待防止に対する寄付への感謝状贈呈式を行います。こればかりじゃなくてですね、いろいろ奥の木川口市長に、こちらが市長から選手会に感謝状が送られまして、埼玉支部長川口大友支部長の若井智和選手に感謝状が贈呈されました。ありがとうございました。サンケイスポーツ主催のチャリティーオークションの売り上げを寄付したことへの感謝状ということですね、うん、はい、この度チャリティーオークションの売り上げを川口市の方に寄付させていただきました、これからもですねレースこれまで以上に頑張りますし、こういったチャリティーオークションの機会が増えると思いますので、ぜひファンの皆様ご協力よろしくお願いします。今月は、児童虐待防止運動ということでオレンジリボン運動をしております。今後もですね、チャリティーオークションチャリティーグッズ販売などを通じて地域に川口町と貢献してまいります。こちらはですね先ほどもご案内しましたが全日本オートレース選手会埼玉支部による児童虐待防止に対する寄付への感謝状贈呈式の様子を先ほどご覧いただきました。この11月は児童虐待防止推進月間ということで、何か気づくことがありましたら川口市子育て相談課までお問い合わせいただきたいと思います。まあ、繰り返しになりますが川口町と選手会は地域に貢献してまいります。今後もどうぞ皆さんご協力いただければ幸いでございます。以上いくつかご案内をしてまいりました。もちまして12レース締め切りとなりました。このレースそして本日もたくさんのご投票ありがとうございました。さあここで森選手のイベントのご案内をしてまいりましょう。
今月の森選手はっていう、ね、コーナーを作りたいぐらい、ね、いっぱいいろいろとね、いろんな場所に行かれてますけれども、別府競輪場でのトークショーです。11月20日日曜日となります。2回にわたって行われます。大分県別府温泉、おそらく近くだと思います。いや、今までこうやって放送やりますよっていう事実はお伝えするんですけどね、どういう雰囲気でイベントが実施されたか、なかなかね、見ることができないんでね、私、機会があればね、行きたいなと思うんですけどね。何やってるんでしょうかね。温泉に。やっぱりね、森選手がオートレースをアピールするところを、一度僕ら見たいんじゃないですか。仕事として行きたいじゃないですか、見たい。うん、そうですよ、ね、絶対これね、温泉のことしか考えてないですよね。これからいいですよね、温泉。ね、別府温泉、いいじゃないですか。はい、お近くの方、ぜひお立ち寄りいただければと思います。はい、森選手のイベント、11月の20日に予定されています。さあ、この後12レース準決勝です。12レースは5番8番1番で 17.8 倍、5番8番6番で 22.7 倍、8番5番1番は 24.8 倍となっています。中山光選手、秋田選手、そして宮内選手、この3人を中心に売れました。それでは12レースの準決勝戦です。実況でお楽しみください。12レースの準決勝戦、さあ今日の最終カード、この一戦を経て優勝戦メンバーが決まります。ハンデゼロ、宮地明、木村義則、10メートル肩のリサ、木村恭平、一番外は中山光、20戦には小林瑞希、福村忠則、秋田貴博、以上の8選手です。昨日のこの時間帯はナイター照明に明かりが入りました。一転して今日は晴れ渡っています。12レースの発走でございます。ブルーランプが消えました。3秒前、12レース準決勝スタートしました。ハンデゼロ、ほぼ同体であります。インコースから1番の宮地、中山がいいスタート。中山が 10m ライン3人の中から2番でスタート、まさにスタートを開眼したかのような切れ味であります。5番の中山、一旦待ちました。4番手からの競争になります。秋田は1台さばいて7番手あたり、レースは2周回目、宮地の逃げであります。今回さえはこの1番の宮地の出来が相当な水準であります。2番手木村義則、3番手片野、そして5番の中山光は福村にさばかれました。秋田は7番手の位置を回っています。1番の宮地が逃げる、宮地が逃げる、残り4周回、2番手木村義則、3番手に片野、4番手に福村、そしてその後ろには中山光、秋田と続いております。秋田も一瞬バックするような感じになりました。この3コーナーでは6番手の位置です。前の逃げが有効な流れであります。残り3周回、3番手の片野もなかなかハンデゼロ勢についていくことができません。先頭は1番の宮地明であります。宮地が先頭です。2番の木村義則もうまく続いています。さあ3番手に福村が上がりました。福村が攻め上がりました。優勝戦圏内はなんと4メートルから5メートルというところ。残りは2周回、1番の宮地が逃げを打っています。2番手木村義則ついていっていますが、ここから前に出るのが大変なんです。3番手福村、4番手には3番の片野理沙という体制になっております。1番の宮地明が先頭だ。2番手木村義則、前がつながっている。福村はどのように突破口を生み出すのか。三つどもえ戦になった。確率3分の2。先頭は宮地、2番手木村義則。さあ福村内を狙っている。3コーナーでギリギリ突っ込めるか。2番手を狙っている福村、アウトコースで木村も粘っている。木村義則が粘って、ハンデゼロ、宮地明が押し切り、ゼロ戦のワンツーフィニッシュ。
1番の宮地明、そして木村義則、福村忠則と入っています。お手持ちの投票券はレースの確定があるまでどうぞ大切にお待ちください。12レースの準決勝戦ご覧いただきました。最終12レース人気を集めました。3人のうちの1人宮地選手が1着入選を果たしています。そして木村選手もかなり粘りましたね。人気に押されていました秋田選手、序盤の展開うまくいかなかったでしょうか、コースかぶったでしょうか、結果的には4着入選かと思われます。明日は開催最終日4日目の12レースが通常通り優勝戦となります。どんな戦いとなるでしょうか。第12レースのハンデマイノ選手もかなり健闘しました。今シリーズです。1着1番2着2番3着7番以上でございました。12レースの確定です。12レースは1着1番宮地明、2着2番木村義則、3着7番福村忠則でした。1着になりました宮地選手、競争タイムは 3.448 これで通算284勝目となりました。宮地選手おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝単式1番2番1340円6番人気、2連勝複式1と2の組1190円5番人気、3連勝単式1番2番7番22680円82番人気、3連勝複式は1と2と7の組7980円31番人気でした。その他の結果はご覧の通りです。では12レース VTR で振り返ります。いや板橋さん、はい、中山ひかる選手、まあ、今日結果は出ませんでしたが、スタートはもうスタートいいですね。いいスタートになりましたね。中山がいいスタート、はい、まあ、ただあればいけませんが、この後の3コーナー、ここで片野選手をかわせていれば、そうですね、かわせればいいとこあったですね、はい、4番手からの競争になります。秋田は1台さばいて7番手あたり、レースは2周回目、宮地選手の逃げ、はい、流れも早かったんじゃないですか。あのペースいいですよね。木村選手はもういっぱいいっぱいですね。吉井選手、はい、そして5番の中山光は福村に裁かれました。秋田は7番手の位置を回っています。あと秋田選手、はい、途中まではね結構いいところまで行ってたんですかね。一度引いたところが敗因ですよね。ここですね、はい、ちょっと滑ったのかもしれないですね。そなら入ってきそうな感じですね。そうですね。逃げが有効な流れであります。残り3周回、3番手の片野もなかなかハンデゼロ勢についていくことができません。そして福村選手ですね。宮地明であります。宮地が先頭です。福村選手だけが追い込んで来られた、はい、という、ね、3番手に福村が上がりました。福村が攻め上がりました。結構後半ね、いいですね。上がってきましたね、はい、残り周回数からすると微妙な位置関係ですよね、はい、そうですね。1番と2番のエンジン比べるとどうですか。やはり1番の方が余裕がありそうですね。まあ、2号車の方は結構後ろから追い上げてますからね、はい、コーナーで詰めてますけど目いっぱい追いかけているという。そうですね。さあ福村内を狙っている。3コーナーでギリギリ突っ込めるが2番手を狙っている。うまく抑えてきましたね。木村も粘っている。木村義則が今って判定ゼロ。宮地明が押し切り。はい、ということで12レースリプレイでご覧いただきました。明日の優勝戦メンバーはこれで決まったと。分かりませんね、明日の優勝の行方、ね、はい、これ難しいですね。結構ね、京阪勢がね残ってますからね。誰にでも、うん、まあ、もちろんいつも誰にでもチャンスがあるんですが、はい、より一層8人全員に現実味を帯びるぐらいに、はい、そうですね、誰にでもチャンスがあるような、はい、そんな優勝戦メンバーになりました。後ほど枠番ハンデ等についてはお伝えできればと思います。優勝戦メンバー枠番ハンデが決まっています。1号車宮地明ハンデゼロ、2号車猪熊龍太ハンデゼロ、3号車木村義則ハンデゼロ、4号車岩佐常義ハンデゼロ、5号車深澤隆ハンデ10、6号車山本智弘ハンデ10、7号車高塚義明ハンデ20、8号車中田圭一郎ハンデ20です。
さあ下の天気予報ですが、はい、晴れで昼前から曇りということですが雨の心配はないですね、はい、朝は気温5度、そして日中12度ということです。優勝戦進出、常連組があまりいない優勝戦メンバーになりましたね。また今年初優勝というのが4人いますね。宮地選手、猪熊選手、金村選手、中田選手、初優勝となりますね、はい、優勝今年しているのは高塚選手、ここ川口でしておきます。板橋さん、はい、優勝戦どのような展開になりそうですか。そうですね、今季目立っている宮地明選手1号車、それから高塚選手もね、かなり仕上がってますよね、はい、あとこのメンバーがね、誰でも取りたいような、自分が取りたいっていう選手いっぱいんじゃないですか。これハンデゼロからスタートいった選手は当然かなり有利な展開になりますよね。いや、明日優勝は何年ぶりとかそういうの調べるのが大変かもしれない、うん、そうですね。はい、皆さんで明日の優勝戦楽しみにしていただきたいと思います。まあ、SG の直前直後ってのはこういうのがまた一つの見どころでもありますね。明日は優勝戦、どうぞお楽しみに。解説は板橋さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ではこの辺で失礼します。